オーシャンサイドはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部サンディエゴ郡に属する都市である。2010年国勢調査での人口は167,086であり、郡内ではサンディエゴ、チュラビスタ各市に次いで3番目になっている。カールスバット、ビスタ各市と共に3市地域を形成している。すぐ北にはアメリカ合衆国でも最大級の軍事基地であるキャンプペンドルトンがある。 1970年代は人口が4万5千人に過ぎなかったが、それ以来急激な成長を遂げてきた。1970年代と1980年代は、地域の大半が一戸建て家屋用地に開発され、1990年代からは商業用地や工業用地も開発されて、その経済基盤が多様化してきた。アンドリュー・ジャクソン・マイヤーズ。 オーシャンサイドの設立者オーシャンサイドとなった地域に当初住んでいたのはインディアンだったが1769年に最初のヨーロッパ人探検家が到着した。フニペロセラ牧師の指導するスペイン人選挙次第がサンルイスレー側の騎士のもとはルイセノ族インディアンの集落があった地にサンルイスレーでフランシア選挙所を設立した。1800年代初期農業や 牧畜業が導入されて地域の景観が変わった。この地域はカリフォルニア州全体と同様に、まずスペイン、続いて1821年からメキシコの支配下にあり、1858年からアメリカ合衆国の統治下に入った。1850年代後半、アンドリュー・ジャクソン・マイヤーズがサンホアキングに住むようになった。マイヤーズはイリノイ州、 ラサール軍の出身であり、1880年代に戻ってきてサンルイスレイに住んだ。1882年、マイヤーズはオーシャンサイドの町が当初作られた土地に移転した。この土地に対する特許は1883年に連邦政府から発行された。1888年7月3日には市政が敷かれた。21世紀初期の市役所は、 マイヤーズの元辞書に立っている。20世紀、オーシャンサイドは全長6マイルの海浜での活動が盛んな町だった。1890年代に建設された中心街のような住宅地区、1920年代と1930年代に建設されたサウスオーシャンサイドよび第二次世界大戦後に建設された週刊高速道路5号線より東の開発地は 歴史的価値があると考慮された時に保存され、回収されている。1942年に海兵隊のキャンプペンドルトンが設立されて、以降、軍人や第二次世界大戦の軍需産業の本拠となり、1950年代は弾薬製造設備があった。1970年以降は、郊外開発が始まり、比較的求めやすい。 住宅価格によって地域に新しく入ってくる人々が選ぶ地となった。オーシャンサイドは北緯33度12分42秒整形117度19分33秒北緯33.21167度整形117.32583度33.21167-117.32583に位置するアメリカ合衆国国政調査局によれば 地域全面積は41.6平方マイルであり、このうち陸地は40.6平方マイル、水域は1.0平方マイル、水域率は2.36%である。オーシャンサイドはアカンソ燥機構に属している。オーシャンサイド市役所複合ビル以下は2000年の人口統計データである。オーシャンサイド高校周辺とサンディエゴ高校周辺地区はアメリカ本土で、 最初のサモア人地域社会ができた。サンデーゴ自治体連合による2005年の推計では、オーシャンサイドの世帯あたり収入中央値は6万1792ドルで、あるインフレ換算では5万177ドルとなる。2005年6月13日付オールストリートジャーナルは、オーシャンサイドを国内の休暇の家市場で第1位に位置づけた。 オーシャンサイド市の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は2億9520万ドル、歳出は2億5280万ドル、総資産9億6280万ドル、総負債1億9530万ドル、現金と投資額2億2370万ドルである。カリフォルニア州議会上院では、第38選挙区に属する。また会員では、 第73及び第74選挙区に属する。連邦議会会員では、週第49選挙区に属している。クック投票動向指数では、共和党プラス10である。2008年時点ではすべて共和党議員が代表を務めている。オーシャンサイド10人の指定は、その居住する地域によって、オーシャンサイド、ビスタ、ボンサルあるいは、 カールスバット各統合教育学区の学校に入学できる。オーシャンサイド統合教育学区では4年生から12年生に音楽楽器の授業があり、またキャンプペンデルトンの住人や特別の必要性のある生徒を除いて、幼稚園生から5年生まで無料通学手段を提供している。オーシャンサイド統合教育学区には、ランチョールデロ近くのエルカミの高校とミッションアベニュー、 近くのオーシャンサイド高校という普通科高校が2校ある。オーシャンショアズ補修高校やクレアバーゲナーアカデミーにも入学できる。学区内には24の学校と3のチャータースクールがあり、実業工業学校や2007年秋に開校したばかりのルイーズ・フォーセット小学校とシーザー・イー・シャベス中学校も含まれている。フラジー通りとオレアンダー通りの角にできたシーザー・イー。 シャベス中学校は敷地14エーカー、校舎11棟の延べ床面積は84,000平方フィート、6年生から8年生の生徒数1.000人となる予定である。パラ道路に位置するルイーズ・フォーセット小学校は敷地12.6エーカー、教室34室の延べ床面積は54,490平方フィート、生徒数800人となる予定である。 オーシャンサイド市内に本社を置く企業としては、ジェニカコーポレーション、バーゲンソンズプロパティサービシーズ、ラーニングフォーラムインターナショナル及びインターナショナルステムセルコーポレーションがある。オーシャンサイドの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は以下の通りである。オーシャンサイド市は、北にベネディクト会修道院、西にバラ十字会、 東に、フランシスコ海のサンルイス・レー・デ・フランシア宣教所があり、その三角形の中心にあるという特徴がある。オーシャンサイド・サンバシから南を望むサンルイス・レー・デ・フランシア宣教所、ザイ・クレシア。ありがとうございます。